筆圧のカスタマイズ。今回は PC 版クリップスタジオペイントで筆圧のカスタマイズ方法を紹介します。筆圧設定、クリップスタジオペイントを立ち上げ、ファイル新規よりどんなサイズでもいいので新規キャンバスを作成、用紙色にチェックを入れて OK ボタンを押します。これで色々のキャンバスができます。ここからファイル筆圧検知レベルの調整を選びます。そしてここにお使いのペンタブを使って線を引きます。複数回線を引いてください。何本も線を引くうちにグラフにある程度の規則性が感じられるようになります。向きも変えて線を引きます。このようにして入力の平均を見ます。私の場合は筆圧が 50% のところで終わって、下向きのカーブになるグラフが多く出てきました。なのでこれを元に少し形を自然でなだらかなカーブになるように手動で調節します。そして調整結果を確認を押します。この状態でもう一度線を引きます。これで綺麗な線が出ていれば筆圧の調整が完了です。ここの完了を押してください。以上で筆圧の設定が完了です。以上になります。今後も絵を描く人に向けて有益な情報を発信していきます。この動画が役に立った、ためになったという方は高評価ボタンとチャンネル登録お願いいたします。よろしければ Twitter の方もフォローしてください。以上、ご視聴ありがとうございました。